はブーフ、名前はカルビ、好きな焼肉の部位はタン、ブーフカルビタンです。皆さんどうもおつカルビー。じゃん。通販サイトグレールで1万円分お洋服を買ったので、そちらを紹介していきたいと思います。グレールって結構インスタとか YouTube でも見てたんですけど、なんか若い子のイメージがすごいあったんですけど、どうやらアラサーでも結構着れるものが売ってるらしくて買ってみました。今回1万円でなんと5着買えてしまいました。驚き。それでは早速紹介していきたいと思います。はい、ではまず今着ているこちらなんですけど、サイドリボンノースリーブトップス、ブラックの M サイズ、1599円でした。ノースリーブにこうなっていて、ここにウエストのところにリボンがついています。こういうデザインなのかなと思ったら自分で結ぶタイプでした。袖がこの辺ぐらいまであるので、ちょっと二の腕を細く見せてくれるのかなと思います。でウエストが締まってるので足長と着痩せ効果があるかなって感じですね。で生地は結構薄めです。黒なんでそんなに特にインナーが透けるとかもないかなっていった感じです。でなんかちょっと着て思ったんですけど、若干なんか肩幅広く見える。これそんなことないかな、大丈夫かな。サイズ感は M サイズでちょうど良かったかなって感じです。これからの時期すごく涼しいんじゃないかなと思います。こちら今上に着てるこの羽織です。今田美桜さんがモデルで着てたやつです。ロングシアーシャツワンピース、ベージュのフリーサイズ、1999円でした。なんか今年流行りの透けてる感じのやつで、ロング丈になってます。このくらいまであります。で袖のところはボタンがついてて、で留めてもいいし、こうたくし上げてもいいしっていう感じかなって思います。これは写真通りの商品だったかなっていった感じの印象です。でもね、なんかちょいちょいね、ケバケバ毛が出てるのがちょっと気になるんだよね。なんかとろみシャツみたいな感じでとろっとした、夏は結構冷房が効いてるところが多いので、そういった時にちょっと羽織るようにすごく使えるんじゃないかなと思ってます。はこちらです。オープンカラーシャツ、パンツセットアップ、ベージュの M サイズ、2599円です。これは上がこういった感じで、今年流行ってるシャツタイプみたいなのになってて、ボタンが4つついています。でこれセットアップなので下もついてるんですけど、今まだ履いてないんですけど、こういったものがセットでついてるんですけど、結構スケスケです。なのでこれだけで履いたら絶対下着が透けるかなっていった感じです。なのでこれ履くときはパンツタイプのベチコートとかスパッツを絶対履いた方がいいと思います。ちょっとこれはスケスケかなって感じです。で私身長が162センチあるんですけど、 M サイズだと若干丈が足りないかなって感じる時が結構あったり、肩幅とかもなんか微妙かなって思うのがあったりするんですけど、これはもうむしろ M サイズでもちょっと大きいぐらいのサイズ感でした。肩の切り替え部分がここにある感じです。結構大きめのデザインなので、162の私でも M で全然大丈夫でした。でこれはなんか着方によってはちょっと若干パジャマっぽく見えてしまうような気もするので、髪型とかアクセサリーとか靴バッグとかでちょっとおしゃれ感を出して着た方が変じゃないかなって思います。ではちょっと下も履いてみます。はい、4着目はこちらです。ワンピースになります。テレコトップスレースケミワンピース、アイボリー×緑、Lサイズの1999円です。
このグリーンがすごく可愛いなと思って買いました。でこのトップスは結構生地厚めです。なので真夏とかはちょっと暑いかもしれないです。で首もこうちょっと詰まってるので、真夏っていうより、まあ、今の時期とか9月ぐらいとかにちょうどいいんじゃないかなって思います。こんな感じのワンピースになっています。これ裏地が結構しっかりしてるので透けてしまう心配とかはなさそうです。で私これも丈がどうかなって思ったので L サイズを買ってみたんですけど、なんかトップスはすごいサイズいい感じっていうか、 M だったらきつかったんじゃないかなっていうようなサイズ感なんですけど、逆にこのキャミワンピの方は足の甲に裾がついちゃってる感じなので、まあ、ギリギリ引きずらない丈っていう感じです。だからヒールとかちょっと高めのサンダルとか履くのであれば L サイズでちょうどいいかなっていった感じですね。でこの肩の紐は長さ調節とかはできないので、ちょっとそこの丈とか考えて購入された方がいいかなって感じです。でもこの色味がすごい可愛くて、私今回買った中で一番気に入ったかもしれないです。レース素材も思ったよりしっかりした作りになっててすごく可愛いです。そして最後5着目、5着目はこちらです。花柄フレアスカートオフホワイト1899円です。これだけですね、入荷が7月下旬ということでまだ届いてないんです。ちょっと今回届いたのを見ると白が透けないかすごい心配なんですけど、どうですかね。これデザインが可愛くて気に入ったので買ってみたんですけど、届いたらまた紹介したいと思います。今日は初めてのグレールでの購入品を紹介しました。いかがだったでしょうか。今回5点全部合わせて1万95円でした。そして初回限定のポイントが800円分あったので、そこから800円分引かれて9295円でした。安い。そして5000円以上買うと送料が無料だったので送料はかかってません。若干生地が薄いかなって思うものも結構あるんですけど、まあ夏だし、あとは中に着るものにちょっと気をつければ大丈夫かなっていうレベルなので、1万円でこんなにお洋服が買えるって考えるとすっごいお得だと思います。これから購入される方の参考になったら嬉しいです。ではこの動画を見て、そんなに安いんだ、そんな可愛い洋服もあるんだ、自分も買ったよって思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。お疲れビー。自分で前髪を切ったんですけど、変じゃないですか。変だよね。どうしよう。切った方いますか。前髪って切るの難しいですよね。変じゃないかな。変じゃないですか。変じゃないって言って誰か。近々美容院に行きたいと思います。